フランシス・カデルは、スコットランドの画家である。スコティッシュ・カラリストと呼ばれる、鮮やかな色使いを特徴とする画家のグループの一人である。エディンバラの裕福な医師の息子に生まれた。妹のジーン・カデルは有名な女優になった。16歳の時パリに留学し、私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンで学んだ。フランスで、前衛的なフォービスムの画家たちと交流し、 特にアンリ・マティスの作品から影響を受けた。帰国後、エディンバラやグラスゴー、ロンドンで開かれる展覧会に風景画や生物画、人物画を出展した。1912年にスコットランドのアイオナー島を初めて訪れ、その風景を好み、1920年代にはスコティッシュカラリストと呼ばれる画家の一人、サミュエル・ペプロー、1871から1935と、 アイオナ島の風景を描いた。油彩だけでなく水彩画も描いた。第一次世界大戦中は陸軍に従軍した。第一次世界大戦後の不況もあって、カデルの作品は売れなくなったが、没後再評価された。ありがとうございます。